三戸街道。三戸街道は、江戸時代に定められた、日本の幹線道路で、五街道に順ずる、脇街道の一つである。三戸街道は、江戸川の千住塾と三戸藩の城下町である三戸をつなぎ、五街道と同様に道中武教の管轄に置かれた。本来、街道は、行き先の名称を冠したため、三戸川では、江戸街道と呼ばれた。始まりは、805年に、 武蔵国から下宇佐国府を経て、日立国府に向かうように、東海道の経路が変更され、後世の水戸街道の原型となった。現在、水戸街道は、国道6号の東京と墨田区、向島茨城県水戸島での区間の愛称である。国道6号に対して、水戸街道と呼ぶ一方、街道筋が、新道、バイパスの開通等により、 国道六号から外れた部分については、旧三戸街道として区別することが多い。国道六号の故障については、国道六号歴史も参照。三戸以北は、岩木街道、または、岩木街道や岩木相馬街道と呼ばれ、岩沼間宿で、欧州街道と合流し、仙台まで続いていた。三戸街道、岩木街道は、欧州街道の脇道として、江戸と東北をつなぐ。 幹線道路であったが、欧州街道ほどには栄えなかったとされる。明治時代以降は、水戸街道と岩木街道をまとめて、陸前浜街道と呼称するよう明治政府から通達が出された。水戸徳川家は参勤交代を行わない江戸上中の上府大名であったため国元である水戸と当主が居住する江戸との間で緊密に連絡を取り合う必要があった。このため街道筋には、 水戸徳川家専用の施設が多数設けられていた。また、幕末百話によると、宿場人足も、水戸様御用を傘に来て横暴な振る舞いが多かった。正確な年代の記録は残されていないが、江戸、水戸、平良を経て、岩沼、宮城県に至る海岸沿いの街道は古くは、鎌倉時代から、浜街道と呼称され、江戸時代には全般的故障として普及した。 江戸時代の日立国における古障は、浜街道よりも、半量型古障が一般化した時代であることから、浜街道の水戸遺南について、水戸城下町の本市町名を起点に、江戸方面を江戸道中と言い,い、江戸、戦場起点に、水戸方面を水戸道中といった。道中は、街道とも記されるようになると、江戸街道、水戸街道となり、人によっては、 街道と書いたり統一性はなかったが、当時の藩内の人々の愛称として用いられており、明治、大正、昭和時代に行動名である、陸前浜街道や国道6号と定められた後も、そのまま人々に故障が受け継がれた愛着性が見られる。明治以後、茨城県や千葉県では、三戸市上市、旧県庁所在地から東京、日本橋方面を、東京街道とも呼んでいるが、 現代の国道6号の東京水戸間の通称として、水戸街道と旧建設省、現土交通省では名付けている。水戸街道の道標は、千住塾の分岐点にあった、天明元年、1781年、水戸街道との表記のあるもの、新宿の水戸堂と桜堂の分岐点にあった、安永6年、1777年、水戸街道との表記との表記のあるもの、 元末年八ヶ崎にある文化三年、1806年、記念名、水戸街道との表記との表記のあるもの、三期が確認されている。さらには、小金塾の本土地山道との分岐点の水戸道中という道標を現存している。これらの道標は公的に設置されたものでなく、民間人の設置によるものである。政府により、街道名や発着点を規定している記名は、 明治五年代上官の布告による陸前浜街道のみである。江戸時代、新宿と松戸塾の間を南下していた江戸川は、原葛鹿橋の北方500メートルのあたり、現在は川原に金町松戸関所が設置された。江戸幕府は、江戸防衛のために江戸川に加強しなかったので、対岸に渡るには渡し船を利用していた。明治に入ってから葛鹿橋が架けられた。 石書跡の石踏みが、葛飾橋に沈めの東北島に残されているが、この石碑のある場所は、厳密には石書があったところとは異なる。千葉県道路愛称名では、松戸市上矢切、新葛飾橋から、安子市北神殿大利根橋までの愛称としている。国道6号の通過市町村はこちらを参照。現国道6号水戸街道は、明治以降に作られた振動の部分があり、 ここでは旧道について解説する。もともと、江戸時代に定められた水戸街道は、日光街道の宿場町だった千住を規定にしている。千住五町目付近には、旧水戸街道の跡として、出発地点に石踏みが立っていたが、現在は、区の施設に保管され、新しい石踏みが代わりに立っている。第二次世界大戦前の1930年に、 荒川放水路が完成したため、小菅までの旧道跡は消失している。葛飾区側に入ってからは、東京高知署南の小菅1十5番先から東に進み、綾瀬川を見戸橋しで渡り、小菅山を通って、堀切825番先で東北東から北東に、進路を変え、西米ありに22番先で、常磐線に接する。 その後西亀有二2 5番先で主要地報道になり、亀有駅の南、沿道に一律カートがあるを通過して、関七通りと交差後、亀有にから中川橋で中川を渡る。中川橋を渡って右折するとそこが宿場町だった新宿である、当時は荒宿と呼ばれていた。現在も町名として残っているが、新宿となっている。上宿、 中宿と続き、左折して下宿。その先の中川大京都交差点で厳美都街道国道6号にぶつかる。ここで桜街道が分岐しており、かつては交差点北東角付近に石碑、道標が残されていた。現在は国道6号新宿拡幅事業のためさ。新宿の港を参照。中川大京都交差点のすぐ東にある無名の 交差点。ここにはかつて要請路に架か,かる新宿橋があったで都道467号を渡った後、要請跡を利用して、拡幅、整備された都道467号東端を北から東へ向かって、道なりに進み、新宿4丁目9番先で要請跡から離れる。このポイントには、石碑、地蔵などが集められている。東に進み、金町五丁目十六番先で、 再び国道6号に吸収される。金町6丁目12番先、金町広小路交差点で、国道6号、金町バイパスと分かれて、東京都道307号王子金町江戸川瀬にへ、入り、東金町6丁目1番先、歩道橋のある地点で若干東に進路を変えて、都道307とも離れる。加西神社横を通り、東町丁目番先、 葛西神社裏交差点で江戸川の土手に出る。なお、この道筋は、東金町五丁目交差点を経由して、葛飾橋に沈めへ至る道路、現在の都道471号予備都道54号の一部ができるまで国道6号の一部であった。江戸川の土手に出たところから、都価地点までの間は、河川改修などによって、旧街道筋は失われている。 そのまま北上すると、現在の葛飾橋周辺に至る。江戸時代には、葛飾橋の北方500メートルのあたりの現在は、河原にあたる場所に、金町松戸関所があった。江戸幕府は、江戸防衛のために江戸川に加強しなかったので、対岸に渡るには渡し船を利用していた。明治に入ってから葛飾橋が架けられた。石所跡の石踏みが、 葛飾橋に沈めの東北島に残されているが、この石碑のある場所は、厳密には石書があったところとは異なる。江戸川の千葉県側にも都線上の石碑がある、松戸市松戸1714番地付近の川沿い、道路端。この都線上は有名な矢切の私とは別物である。この都線上の石碑より東に向かうと100メートル弱で、千葉県道午後松戸の打線に突き当たる。 ここを左折して北上すると、松戸軸がある。県道古号線をそのまま北上して、松戸軸を抜けると、松戸下家が花で、常磐線にぶつかる。旧水戸街道はここで直進しており、現在は常磐線をまたぐ、歩道橋が架けられている。自動車は、自動車専用の芯は、真古線橋で迂回。この歩道橋を渡って、道なりに進むと、上本号交差点で、 国道6号と合流する。馬橋手前までは、旧三戸街道と国道6号はほぼ一致している。国道6号の中根立体入り口交差点で左に入り、30メートルほどで右折して旧道に入る。この旧道が本来の旧三戸街道である。すぐの長津川を渡ってそのまま進み、千葉県道199号、馬橋停車場線、国道6号の 馬橋駅入口交差点から北上した道との交差点で左折して北上する。なお、長津川を渡る橋が馬橋の地名となった馬橋である、もうすでに架け替えられてしまっているが、昭和初期に架けられた馬橋の石柱には国道6号線とあった。付近には中心に排水口のある古い形式の道が残る、ミ戸街道に面した家の生活道路。 そのまま北上すると、一万三寿寺の山門前で、道は右に屈曲する。なお、馬橋は、世紀の宿場ではない間の宿であるが、小林一佐や山下清が、しばしば滞在したことでも知られている。一万三寿寺の山門を過ぎると、かつて、江戸見坂と呼ばれた坂道となるが、江戸が見えなくなった今では、坂の名称を知る者は、少ないという。 また、江戸見坂の途中には二等三角点が設置されている。坂を上り、八ヶ崎交差点で、再び国道6号と合流。500メートルほど国道6号と重なっている。この八ヶ崎交差点は、印材道との追い分け家、分岐で、文化三年、西暦1806年に増流された、行進島と、比較的大型の土俵が、 交差点北東角に残されている、三戸街道道標の中上案内標識あり。その道標の南側面には、右印在道と、西側面には、左三戸街道と、北側面には、総集葛飾郡、馬橋村と、それぞれ刻まれている。また印在道を進むと、江戸幕府群馬放牧場を管理していた金が、久年馬方陣屋へと通じていた。この道標から、 北方向に100メートルほど歩くと、安楽亭松戸八ヶ崎天北隣の緑地角に一律化市の標識が立っている。昭和40年代頃まで、ここに一律化が現存していたという。旧水戸街道は、そう高神社前で、国道6号から再び分岐し、国道6号の東側の側道となる。この側道は、武蔵野線高架橋の下を通り抜けつつ、 住宅街の中を通り、常雪院裏手のお正坂となる。なお、この食堂は、一方通行であるので注意する。総高神社前から1キロメートル弱進んだところに、北小金駅入口交差点があり、この交差点で、国道6号を渡って、北上しながら、小金宿に入る。小金塾には、江戸時代末期に作られた旗子、玉屋が残されている、内部は、非公開。 また、一月寺という名称の寺院が、旧三戸街道沿いにあるが、江戸時代に、虚無像で有名だった同盟の寺院とは、接的な関係はないので注意が必要である。旧三戸街道は、北小金駅前の商業ビル、イオン北小金店南西角で東に屈曲しているが、このビルは、旧八坂神社の敷地に作られており、ビル南側の歩道上には、 小金鎮守や坂神社ご跡地の石碑に並んで、旧水戸街道の道標、水戸道中と掘られているが残されている。なお、イオン北、小金店南西角で分岐して、北小金駅に向かって直進する道は、駅から北へ800メートルほど行ったところにある、本土寺への参道である。イオン北、小金店南側から東に向かって、小金宿を出ると、ネギ内交差点で、 国道6号を渡る。ネギ内交差点の付近の北側は、戦国時代のネギ内城市であり、土塁などが残っている。ここから、柏市街までは、旧三戸街道は、千葉県道261号松戸柏線となる。そのまま進むと、松戸市ネギ内から、柏市中新宿を通り、流れ山市向き小金に入る。文化十四年、村尾義美龍は、付近で、 今川焼あ,あり、空部市と記している。流山市に入って二百メートルほどの左手にある、香取神社内には、一律カートを示す石碑がある。さらにそのまま進むと、再び、柏市となる。柏市に入ると左手に、土手がある。江戸幕府群馬放牧場小金木。柏市豊敷は、小金木の一部で、上野牧と呼ばれたの囲いであった、や馬じ土手である。 かつてはここから北へ、市境に沿って土手の方ができたのが先だが続く土手と、東海道沿いの土手があった。なお、前者の土手の国道6号付近の部分は、昭和30年頃に破壊されたが、それ以外の部分はいくらか保存されている。土手は二重になっていたが東海道沿い街道側の土手はすでに明治期に崩され水没しがちな東海道の、かさ上げ、等に用いられた。 南柏駅側から見ると街道と面した家が周囲より高いことがわかる。東海道沿い上磐線側の土手は今世紀初頭まであったが、現在はその痕跡が左手店舗敷地の南柏駅側の境や住職分の境、今谷に登ると豊か敷との境とに残されているのみである。地境付近では街道側の土手が残っている。なお、 小金木の内上の薪は明治になって開墾され、豊か式という地名が与えられ、さらに、豊式村を経て千代田村、土村等と合併し柏町となった。京方年間まで、ヤバジョドは、は、市境に沿って、南にも続いており、痕跡は東海道右手にも見ることができる。旧三戸街道は、南柏駅を過ぎると、脇街道である、日光東王館にぶつかる。 日光東王館は国道6号と旧日光街道入り口交差点で交差するとともに常磐線をまたいでいる。上の牧内には広大な原野の道標として、水戸藩の援助により千本松が街道沿いに植えられており、南柏駅前からこの日光東王館との追い分け家、分岐あたりまで松並木の松が昭和五十年代まで残存していたが、 現在は一本も残っていない。日光東王館との分岐は、小金木内にあったためここに、集落は形成されなかった。今谷上町と、豊か四季との境界線として残っているように、旧三戸街道と平行に伸びていた土手は、L 字状に折れ曲がっていて、日光東王館との追分けの50メートルほど、手前に左に入れる、小道の直前で、旧三戸街道と交差していた。 この交差部分から南東へ少しずれたところ、井上委員のあるあたりに、土手の切れ目、土塁がない部分があり、矢場の逃亡防止のための軌道が設けられていた。旧三戸街道は、この軌道を通るため、王子城に折れ曲がっていた。旧三戸街道は、この軌道からこの先の柏にある軌道まで、小金木を突っ切っていた。日光東王館との追い分け家、分岐の先に、バス停新軌道があり、 木戸の名前は、かろうじて残っているが、木戸自体は、追いけの手前にあった。京方年間まで四会にあった木戸を移設したためか、柏神社、皇術脇木の木戸に対し、新木戸と呼んだものと思われる。木戸は、石所としても機能し、近くに、形状跡が残る。追分けを過ぎて直進すると、東部の打線高架強下を通る。ここには、かつて踏切があり。 街道はやや湾曲していた。高架橋の先に曲線上の痕跡が見られる。さらに直進し、柏市街に至る。柏は、手賀沼の船着き場と付随する集落があった程度で、宿場町ではなく、鉄道開通後、特に高度経済成長期以降、発展した町である。柏神社手前に、小金木の土手の痕跡である小道があり、この小道を鍛えたどると、 上磐線を越えて、柏市立柏第一小学校まで伸びている。柏駅は、実は、豊か式にあったことがわかる。また、柏神社の手前には、木戸について解説する看板がある。柏神社と、牧石堂病院とを順に過ぎた後、左手に、明治天皇の休憩所を示す石碑がある。かつては史跡に指定されており、明治十七年十二月六日、午後、 茨城県の女化け原でのこの野兵演習を、総監に行く途中明治天皇が休憩したところである。市街を抜けた諏訪神社前にかつて一律家があった。先、国道16号と旧三戸街道入り口交差点で交差する。この旧三戸街道入り口交差点の手前には、国道16号に分断された柏公園への道がある。国道16号を渡って、 さらに直進すると、上磐線と交差する。現在は、古線橋で線路を越えられるが、線路の不設により、急道筋は多少変形している。さらに直進すると、大堀川と、国道六号とにぶつかる。昭和50年代前半頃まで、大堀川に橋がかかっていて、直接渡れたが、現在は、大堀川の手前で左にカーブし、さらに右にカーブして、 国道6号へ垂直に侵入するようになっていて、都下地点での旧道筋は失われている。国道6号を渡って、すぐ側道に降りると、朝日飲料柏工場の前に出る。この工場の前の道が、旧水戸街道である。なお、この工場の裏手、北側には、松ヶ崎城跡となる小高い丘がある。この辺りは、葛飾郡、相馬郡、陰馬郡の郡境で、 手賀沼は昔は、陰馬郡に属してた、松ヶ崎城,城は、水路交通の要衝を管理するための城であった。工場の前の道をそのまま直進すると、北柏駅の手前で、落差の大きい S 字カーブの上り坂となる。この上り坂は、根戸の大阪と言われ、旧三戸街道の難所として知られていた。現在、柏市には、北柏駅前を、区画整理して、 他の駅前と同じ様相にする計画があり、この根戸の大阪という歴史的遺構は、バス停が必要という名目で、数年後に破壊される予定である。この根戸の大阪を登ると、広い敷地を持つ旧家が、両脇に並ぶ風情のある街道となる。この辺りは、根戸宿にあたり、昔は栄えていたようである。根戸のうぶである、北西神社への参道の入り口や東洋寺を過ぎ、 千葉県道7号阿弥子関宿線を渡ると、阿弥子市根戸で大きく右に屈曲する。旧三都街道がこのような屈曲を必要とするような北寄りの進路を取っていたのは関東三弁天の一つである伏せ弁天への賛同を兼ねていたためである。この屈曲を道なりに曲がって南東へ進み、根戸宿を抜けると、阿弥子市街入り口交差点で国道6号を渡り、 国道356号へと入る。そのまま進むと、常磐線にぶつかり、アビコ軸となる。旧三戸街道は、常磐線と交差していて、以前は、踏切があって、線路を渡れたが、現在は、踏切は撤去され、歩道橋が架けられている。自動車の場合、国道356号に沿って迂回する必要がある。線路と日立正規や土地、現在は、 高層マンションが建つとの間を進み、左へループしながら、線路の下を通る道へ出て、線路の南側へ抜けて、旧水戸街道に戻る。歩道橋を越えたことぶき一丁目には、本陣跡の石踏みが残されている。阿孫子駅の南側は、少し行くと、手賀沼を見渡せる高台となっていて、大正時代には、北の鎌倉と呼ばれ、文豪や、 陶芸家などの芸術家が別荘を所有していた。現在は住宅街となっていて見る影もない。阿鼻コ駅前にはまだいくつかの商家や料理屋が趣のある家屋を残しているが、それも道路拡張工事に伴い減りつつある。阿鼻コ駅前を東に抜け、左へ右へとカーブしながらいくつかの料理屋を過ぎて、阿鼻コ軸を抜けると、やがて成田街道との追い分け家。 y 字分岐に差し掛かる。追分けとなる交差点には、元禄四年、西暦1691年の混流の道標や、道祖神が雑然と置かれていて、風化している。国道356号は、直進していて、こちらは、成田街道である。旧三戸街道は、追分けを左斜めに進んでいる。しばらく行くと、成田線を越える踏切がある。踏切の名称は、 浜海道踏切となっている。その先、JR の車両基地で、旧道は、多少失われている。車両基地の裏手、北東側の阿鼻市水道局の東側の道が、旧道である。水道局から500メートルほどのところにある交差点を左折し、日本穂高の伝説が残されている、柴崎神社を左手に見ながら、北東へ進む。この辺りは、 門構えのしっかりした屋敷が点在する。そのまま進むと、芝崎交差点で国道6号と合流する。青山台入口交差点で国道6号の南側速道に入ると、阿ビコ市青山847の848番地、先にクランク、ス姿が残されている。この先の利根川の土手、ゴルフ場のクラブハウスがあるあたりまでは山で、 利根川の江戸川宿場町であった。旧三戸街道は、青山を抜けて、上磐線の鉄橋とほぼ並行する形で溶かし、鳥出塾に入っていた。なお、江戸時代初期は、成田街道と共に、阿弥越夫妻へ進み、そこで、成田街道と別れ溶かしていた。鳥出では東に折れ旧市街に入る。本陣として使われた建物が残されている。 常磐自動車道千代田石岡インターチェンジ入り口に一律化が残る。長岡から先には、ちなみ湖の東方を通り、水戸に入る、本来の水戸街道と、一時期、陸前浜街道に組み入れられた、水戸街道でも、国道6号でもないが、陸前浜街道である、ちなみ湖の西半を通り、水戸大工町に入道がある。陸前浜街道途中左手本舗寺に、 愛沢聖司祭の墓がある。浸透式の海名のない質素な墓である。陸前浜街道の古い道筋は、千波湖近くのボーリング上流に残る。快楽園駅前の道路も同様であるため、下り線のみの臨時駅の前に広い道路がある。本来の水戸街道に2カ所あったクランクは、現在でも新たな道が付加された形で残存している。 石岡市泉町と三戸市元吉田町技一律家の旧街道の両側に一律家が残存している。吉田神社前から右に折れかつての湿地帯を抜け、三戸市街、下市と呼ばれる下町を流れる備前堀にかかる魂、正教を渡ると三戸街道の終着点である。正確には魂、正教は町外れの考察上で、 宿場としての三戸街道終点はさらに通りを進んだところで石碑がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。